昔、相手の浮気で結婚話白紙にした女から、イケシャーシャーと年賀状が来て、昔のことを思い出してちょっと鬱だ。もう何年も前の話。もともと、その女とは、友人の紹介で知り合った。初対面から話しやすい子で、よく笑う。こっちが落ち込んでても、ちょっと一緒に出かけただけで、気分が明るくなるような、そんな人懐っこい面が好きになった。ダメ元で交際を申し込んだら、まさかの OK で。紹介した友人が奇跡だと笑ったくらい、以外で、その時は幸せだったよ。当時2年付き合っていて、そろそろ結婚も考え始めた矢先のことだった。相手の誕生日に指輪を送って求婚しようと思って、3ヶ月くらい前から宝石店を回ってた。その日は、休日出勤の代休で、ゆっくりとに3店舗回ろうと、手近なデパートをブラブラしていた。するとある一角で、見慣れた後ろ姿に気づいた。時間昼を回った頃だったと思う。あれ?あいつ仕事のはずなのにな、と声をかけようと思ったら、横に男がいんのね。男兄弟もいないはずだし、父親って年でもないし。急に不安になって、携帯かけても留守電。必死に見、間違えだと自分に言い聞かせようとしても不安でたまらん。問い詰めてもよかったんだろうけど、あまりにもショックで。声もかけられず様子を伺ってたよ。周りから見れば、変質者かストーカーに見えたと思う。そのうち、腕なんか組んでデパートを出てくの。当然、後を追うよね。途中、女が携帯見て、男から離れて電話しだした。まさかと思って、自分の携帯見ると、これが鳴り出すわけだ。あちゃーって感じ。俺、ヘタレだから取れなかった。その後、間髪入れずメールが入ってた。今日は会議が多くて電話取れないと思うから、急な用ならメール入れておいて。だってさ、ふん、会議ね。どこで会議するんだかと思ってたら、案の定、宿泊施設にチェックインですよ。何が何だかわかんなかったね。そこで、これまでの2年間とか、デートに行った場所とか、最初の H とか、走馬灯のように頭に浮かんで、急に頭痛と吐き気に襲われて、道端でゲーゲー吐いてた。すげえかっこ悪かったけど、吐いてたおかげで、酔っ払いだと思われたらしく。あまり声はかけられなかった。本当は吐きながら大泣きしてたんだけどね。吐き気が収まった時、すでに結婚を申し込もうとしていた相手は、嫌悪の対象に変わってた。コンビニで、すぐに新聞を買った。1時間ほどで出てきたところを携帯カメラで撮影。新聞を撮影、後ろ姿を撮影、出てきたホテルの看板、左右の風景まで撮ってさ。なんとか証拠みたいにしようと必死だった。写真を撮って後ろ姿を見送った後、急に虚脱感に襲われたのを覚えてる。夜になって、電話とメールがあったけど、返す気になれなかった。その日から抜け殻みたいになって、誰からの電話にもメールにも返さなくなった。その数週間、様子がおかしかったんだろう。連れ数人が、休みの日にうちに訪ねてくることになった。クソ女と女の連れと一緒にね。あんまり連絡が取れないから心配になったと相談に行ったみたい。こっちとしては、もう、ムカついてそれどころじゃない。どの面下げてくるんだと。断ろうかとも思ったけど、せっかくだ、友人の目の前で暴露してやろうと思ったわけ。まあ、下道だけどね。で、当日の話。ごめん、思い出して文章荒れてきた。俺の友人3人、クソ女の友人2人、クソ女で、俺ん家まで見舞いに来た。結構アホがこけていたらしく、俺の友人が一目見て、うわ。とか言ってんの。俺の好きな酒とか持ってきてくれて。ありがたいのと、これからやることに申し訳なくて、すげえ所在なかった。数時間な話をしながら、ちょっとリラックスした頃、女友達が思いついたように、
やっぱ一人身だと健康管理大変だよねとか、あんたとそろそろゴールインじゃないのとか、やたらそれっぽいムード演出しようとすんの。しまいには机に置きっぱなしだった指輪のパンフレット見つけて、キャーとか始まって、俺の連れもちょっと俺をからかい出したんだ。もう耐えられなくてね。多分この時能面みたいな無表情だったと思う。俺このパンフレットいつどこでもらってきたと思うって聞いたんだ。クソ、え、どこ、デパートっていうかいつ言ったのよ。知らなかったし。嬉しそうに言ってました。俺10月3日某デパートの2階でもらってきたんだよ。時間はだいたい2時頃かな。クソ、え、その日平日じゃない、休み取ったの、このために。はい、全く気づいていません。察しのいい友人方は俺の態度と質問内容でなんとなく分かったみたい。後で分かったけど、女友人の一人は浮気、実は不倫を知ってて一緒に来た。シーンって静まり返ったね。俺、そう。第9ね。まだ分からない。自分の手帳でも見てみろよ。そこで、俺、面白いもん見たんだよね。クソ、何？言いつつ携帯を見る。で、気踊りなす。クソ、何？電話くれた日。何？何で？何が言いたいの？どういうこと？聞いてるこっちも何が聞きたいのかわからん。もう、こりゃきっちり決めるしかないと思って。俺、どういう意味か、俺から説明した方がいいのか？何か言うことないのか？クソ、どういうことかわからない。何か勘違いしてる？クソともえ、浮気知ってる方、何？どういうこと？え、この空気なん？俺連れ、おい、どうしたよ、俺、様子おかしいぞ。ちょっとみんなパニック。俺、みんな、ごめん、ちょっと、今から、生々しい話になるから。二人にしてくんない？今日は本当にありがとう。みんなから、ちょっと元気もらったよ。今から、調子悪い原因をはっきりさせるから。みんな、無言。でも、みんな帰らなかった。この空気の中二人にできないって。おそらく純粋に心配してくれたんだと思う。でも、被害拡大するんだけどね。俺、結構しんどい話になるよ。嫌な思いもするかも。クソとも B、別に構わない。俺連れ、ここまで来て、帰れない。そうだそうだという意味の回答。じゃあ、と言って、取り出したのは、当日の写真。だいたい7、8枚かな。俺、言わなくてもわかるよね。当日の写真。新聞の写真挟んでるから、間違いないよな。クソ、これが私っていうわけ？俺、当然だよね。服装も、顔も、性格好も、別人とでも言うつもりか？俺、当日電話したよな。着歴見てみろよ。メールも残ってるはずだ。当日会議だって返してるよな。証明できるか？クソとも B、クソ女、本当なの？浮気してたってこと？何で？クソ女、携帯取り出す。すかさず俺、奪い取る。クソ女、返してよ。彼氏でもやっていいことと悪いことがあるでしょ。俺、怪しそうなメールを俺パソコンに転送しながら。そうだよな。彼氏でも彼女でも、やっていいことと悪いことがある。今、メール転送した。どれ、印刷してみようか。クソ女。言葉になってない。クソとも、俺連れで必死に抑える。内容は、まあ、予想できていた通り、真っ黒メール。極めつけは、添付ファイルのハメ撮り画像。俺、
みんなに見せながら途中でトイレへ行こう。10分後、俺って何か言うことは？クソ、ここでクソともえ。でも俺くんも悪いところあったんじゃないの？クソ女、2年も待ってるんだよ。その間ずっと気持ちが揺れないなんて難しいよ。俺、それが本当だとしたら、今結婚してこれからずっと気持ちが揺れないとも限らないってことだよね。クソ、そんなことない。浮気しても気持ちは俺くんにあった。本気なのは俺くんだけ。テンプレですよね。俺、じゃあ体は浮気したけど心は俺の彼女のままって言いたいの？クソ、言い方がちょっとあれだけど、そう取られても仕方ないね。俺、じゃあ俺はお前の心とだけ結婚を考えるわ。浮気した汚い体はいらない。当然指輪は体につけるもんだからいらないよな。クソともえ、それはちょっとひどいんじゃない？結婚ってそういうもんなの？そりゃクソ女は間違っちゃったかもしんないよ。でもそれを許してやるのも男の度量じゃないの？俺つれえ、ちょっといいかな。それはあまりに身勝手だろう。度量？間違い？そういうもんなのか？結婚に大事なのって。俺、クソともえも俺つれえもありがとう。でもクソ女の気持ちや考えを聞きたいんだ。俺は少なくとも信頼ができない相手とは結婚はできない。クソ女、俺、許し許されるということは結婚生活において大事なのかもしれない。でも少なくとも結婚相手をお互いに尊重して信頼して添い遂げるのが結婚だと思ってる。相手を欺いて周りに迷惑かけて浮気でした本気はあなたって信じられる？信じたとして信じられるのは気持ちだけ。俺の知らないところで知らない男としてるんだから、何を思ってるかわからない。体は信用できない。そんな体とは結婚できない。俺、もっと言うならその体を管理するのはなんだ？婚姻届か？低層体か？違うよな。理性だったりその人間の心だと思う。俺はさっき、心が俺の彼女なら心とは結婚を考えると言った。でも性欲に負けて結婚相手を裏切る心の持ち主とは結婚できないよ。クソ、ごめん。でも間違っただけなの。結婚したいのは俺くんだけなの。俺、騙されたとか酒をしこたま飲まされたとか対応を間違ったんならそれもわかる。でもそうじゃないよな。間違った？何を？騙して欺いたんだろ。俺ってこのメアド、浮気相手は会社同じなのか？分かってるよな。責任は取ってもらうから。クソ女、ごめん。それだけは許して。ただの浮気なの、遊びなの。クソともえ、そこまでしなくてもいいじゃない。こんなこと言うのもなんだけど、火遊びでしょ？珍しいことじゃないよ。気持ちはわかるけどさ。俺、珍しくないならなおさらやらせてもらうわ。婚約前とはいえ男同士で話すことがある。クソ女、連絡先教えろよ。メアドは割れてんだから手間かけさせるな。クソ女、ごめん。それは許して。相手にも迷惑がかかるから。ここで俺ピーンときました。俺、相手既婚者だな。不倫ってことか。わかりやすいな。おい、言えないんならもういいや。やることやらせてもらうから。クソ女、ごめん。何でもするから会社にも迷惑かける。それは許して。俺、なんか俺が迷惑かけるみたいな言い方だけど違うだろ。迷惑かけたのはお前と不倫男だよな。少なくとも俺はすごく迷惑を被っている。泣き寝入りはしない。
その場は話にならないから、お開き。怒りマックスの俺は、そのまんま、連れと一緒に豪遊コース。連れがおごってくれると言ったけど、嫌な場面見せたので、さすがに断った。次の月曜日、会社から業務メール配信。回答から、相手が判明。添付ファイルにハメ取りをつけて、日時を指定、会う約束を取り付けた。業務メールでは丁寧語だったけど、ステアド晒して、どこの誰かを告げた後。俺、あなた、既婚者ですよね。これ、不倫だと思うんですけど。ちゃんと、来てくださいね。不倫男返信、必ず、伺います。クソ女を呼び出して、不倫男の素性と、住所を聞き出した。話し合いという名の、目の据わったドライブを2時間やったら、いやいやながらに吐いたよ。当日、土下座から入ってきたやつに、俺、土下座なんかいりません。それじゃ解決しませんから。不倫男、すみません。ご迷惑をかけしめ、しめ、本当にこう言った、しま、すみませんでした。俺、彼女とは婚約前なので、慰謝料も取れるとは思っていません。法的にも効力ないですしね。でもね、結婚を考えた彼女を遊んでたってのが、男のプライド傷つきましてね。ここに呼び出している間、添付ファイルの内容と、俺が撮った写真がお宅に送られているはずですよ。っていうか、俺がポストに入れたんですけどね。男、ガクブル。俺、それだけ言って出てきた。男を呼び出したのは、確実に、ポストの中身を奥さんが見るように。ポストにブートンをはみ出すように入れて、ピンポンダッシュで出てきた。そこからは、話が、トントン話で進んだ。俺の連れが触れ回ってくれたおかげで、結婚話が不意になった理由は、広まることになった。不倫男からは、逆切れメールが一通来たけれど、弁護士つけるぞの一言で、それも来なくなった。俺のおかげで家庭崩壊らしい。無事画像は受け取ってくれたようだ。クソ友Aは、何度か取り持とうと電話をかけてきたが、何度かやりとするうちに不倫を知っていたことが判明。お前、不倫ほう助したのか？わけわかってんのか？不倫男の奥にバラすぞと言ったら、涙ながらに許しをこうてきた。面倒なので放置。クソ友 B、彼女は、クソではないが、白素とは疎遠になり、友人伝いで聞いた話では、割と幸せにやってるみたいだ。クソ女は、繰り返し復縁を迫る連絡が来ていたが、俺が引っ越し、実家も引っ越し、会社にも取り継がないように。お願いしていたら、ぱったり連絡が来なくなった。そう思っていたら、今年引っ越した実家宛てに年賀状が届いたんだ。元気ですか？積もる話もあるので、一度会って話しませんか？だってさ、俺は、もう結婚して子供もいるっつーの。この話を俺連れにしたら、お前には言ってなかったけど、クソ女、結婚して去年離婚したんだよ。それで思い出したんだろうな、だと。結婚相手は結構な DQN さんで、下手したら P 太郎張りの服装だけど、893ではないみたい。建築関係トントントンみたい。やっぱり、慰謝料を不倫奥から請求され、結構苦労したみたいだね。関係ないけど。一時期ストーカー化してたから少し心配だが、コンタクト取ってきたら毅然と跳ねつけるつもり。ちょっと最後尻すぼみだったけど、今は妻と子供二人でつつましく幸せに暮らしています。